はい、プレイしていきたいと思います。サティスファクトリーというわけでやっていきましょう。前回、新しい素材になるものを回収してきたんですよ。この SAM オレ、これですね。これ研究したいんだけど、その前に前回クイックシルバーの研究を先にやってたので、それを終わらせてみよう。何がもらえるか。てれん。はい、クイックシルバー終わりました。インカミングメッセージ。はい。ハブのティアファイブ使って。ティアファイブだって。めっちゃ後だぞ。てれん。カテリウムエレクトロニクス。何これ、 AI リミッターだって。 AI リミッター、スーパーアドバイスドエレクトロニクスダットアユースドゥコントロール AI アンドキープデムフロムエボルビングインマリシャスウェイ。完全にわけわかんねえやつ出てきちゃった。まさかの AI だって。で、しかもなんか、エボルビングってどういう意味？進化だよね、多分ね。エボルブ。マリシャスウェイっていろんな、いろんな道でってこと？スーパーコンピューター。ネクストジェネレーションバージョンオブザコンピュータ、コンピュータの次のジェネレーションだって。ハイスピードコネクタ、ハイスピードコネクタ、コネクト、セベラルケーブルズ&ワイヤー、スタンダードパターン装置。とりあえず、やべえの来たな。しかもスマートスプリッターだって。これもしかして、You can set a rule for the which parts should go to the left and which。 イエーイ。というわけで、一つのラインにいろいろ乗せても、これでスマートスプリッターでフィッ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 って分けることで自動で分けてくれる。つまり俺が言ってた、あれですよ、なんだっけ、クイーンガシャン、クイーンガシャンってやるやつ。アム、アム、アム、なんだっけ、やべえ、ファクトリオのあの、あいつが出てこねえ。アームみたいなやつ。まあ、アームみたいなやつですよ。アームでいいのかな？ロボットアーム。ロボットアームだ、そう。それみたいなことができるってことだね。やべえな。ちょっと楽しくなってきちゃう。スーパーコンピューターの研究がある。SM をナイス。SM ナイス、むしろ。スーパーコンピューターはあるんだけど、SM はナイス。というわけで、これ、ここですね。ここ、入ります。ね、カテリウム。カテリウムみたいにアップデートが来たら、これ来る、研究できるようになると思うんで、ちょっと、置いときましょう。じゃあ、ハードドライブ研究しちゃおっか。ハードドライブやっちゃいましょう。どうせスーパーコンピューターまだすぐ作れないと思うんで。なんて言ったって、この、ティア5の研究を終わらないといけないからね。でもこれは結構先にちゃちゃってできそうなんで、やっちゃいましょうか。だからカテリウムのケーブル、クイックワイヤーが、先行必要なのがちょっと大変だから、どっかスメルター欲しいな。こっちに1個置いちゃうか。入らないかな。入らないよね。入るんかい、入るんかい。入っちゃうのね、入っちゃうのね。じゃあスメルターでジュジュジュってやっとくか。よし、これから取って、なんだよ、ケーブルがないって。これ違うな、もう一個奥だな。これも違う、もう一個奥の先、こっち300くらいもらって、でカテリウムインゴットを作りましょう。電気来てないですね。まさかの電気来てないですね、これね。
お、ここまでは来てる、ここまでも来てる、しかしここから来てない。あ、俺これからこれこっちつなげれなかったってことか、そういうことか。はい、 OK です。これで作り始めました、カテリウムで。その間に何しよっか。ハードドライブの研究はしてる、カテリウムやってる、ローター作る。ローターも余るところ作りたいな。いくら必要、50必要だって。またネジか。ちょ、ローターもローターも欲しいな。どっかダスクリューどっかに詰め込むような施設を作って、でさらに、ローターも作るようなシステムじゃない、場所を作るか。あの折り曲げたプレート、レインフォースルプレートと、レインフォースルプレート、ロータースクリュー、この3つぐらいちょっと手元に欲しいよね、大量に。やっちゃうか、上の施設でも。今できることっつったらローターを手動で作るかぐらいだもんね。ローター手動で作ったところでどうせこっちがまだなんだし。クイックなんちゃらで何対何4対1違う1対4 4倍になるから4400になる。400になるか、作れそうだな。足りちゃいそうじゃね、足りちゃいそうじゃね、これ足りない、足りるのはちょっと先それやりたいけどね。26インゴット、うん、こっちはダイレクトの数字だね、こっちに書いてあるの。だから80って書いてあったら80個できるっぽい。あと40できる。足りないね、足りないね、クイックシルバー、クイックシルバー、クイックワイヤーなので、一旦しまいまして、あれだわ、何よりも先に向こうに採掘場を構えてきた方が良さそうです。あと、もうちょい、もう2機ぐらい作るか。50機作る。じゃあ3機ぐらい、これぐらい。いや、あの岩どかす方法ねえかな、車ぶつけたら岩どかねえかな。自動採掘できないんだもんね、あの岩が邪魔で。ハンマーどかないもんね、バッシャーでも無理でしょ。だ、行けるとしたら車ぶつけてぶっ壊すぐらいなんだよ今のところ。試してみる。車作れないよな。あ、何にも足りない。どこだっけ、もう一個先、あれだね、よいしょー、違う、多分大丈夫。どうせスーパーコンピューターで大量に必要になるから、これどうにかなんねえのかな。あー、わかったかも。クイックシルバーってここじゃ、あ、カテリウムってここだけじゃなかったよね。2キロ先にもあったよね確かそこ行ってこいって話。ここは研究用の甘い場所だよと。 600m 先にあるな、ここの。600m 先ちょっと気になる。
チェックだけ行ってみようか。チェックするだけチェックしてみましょう。うわ、あそこか。あれどうやって上がるんだよ。完全に面倒くさい場所になりますね、あれは。あー、そしてやべえのがいた。ちょ待って、たんま。絶対見つかった今俺、まあ、場所は分かっただけでもいいか。何が必要かは分かったでしょう、採掘するのに。ただあっちから地面をグワーって伸ばしてって水平取ってからがいいかな。持ってきてないね、よかった。まあ当分はあれでどうにかなるでしょう。研究は100個ぐらい掘ったかな、こうやってる間に。まだかな。どこだっけ、そこだっけ、あの島だね。よいしょー。やっば、広げとこ、広げとこ。超焦った。こう落ちたらもう下終わりだもんね。飛びすぎたかと思ったよ。お、こっちの下ガスじゃん、めっちゃ。どう、100個掘った？掘ってんね、掘ってんね。まあ、こんだけあれば多少通りかなるでしょう。でこれを、精錬する施設を適当な上に作ろうかな、あっちの。でそれからどうしよう、ちゃんとした工場を構えた方がいい気がするんだけどな。ちゃんとした工場はこっちの手前に作っちゃうか。なんで奥はちょっと適当な一時しのぎ工場だ、ね、ここは全体的に。それでいきましょう。ここ全体的に一時しのぎということで。登れない。螺旋階段好きだけど登るのは好きじゃない。外から見るのは好きだけど実際登るのは好きじゃない。真ん中をギュイーンって登りたいっす。オッケー。ここにどでかいの作っちゃうか。もう空が見えないぐらいに。ここは組めないのね。よいしょ。え？うそ。はあ、ここもクリアランスだって。ああ、これあれか、発着場か。こいつが飛ぶ分。クリアランス開けなさいって音ですね、きっとね。そういうことです。だから全てはこういうのハブを設置するところから始まってたんだよ。ちゃんとした場所にハブを設置すればうまいこと行き始めてたんだね。だから次のワールド作るときは多分このなんていうの、平地モードがあって、他にももうちょい厳しいモードがあって、さらに山の中モードがあるから、その時はハブからこのプラットフォームに作りましょう。多分一回なんか作ってハブを一回解体して置き直すみたいな形になるんだろうね。これどうやらして簡単に上がれねえのかな。物見やぐらだ。そうだ、物見やぐらを組もう、ここら辺に。どこにあったのあれ、あ、これか。お、いい高さじゃね。あ、すっげえいい高さじゃないね。ちょいと惜しいな。
これはまあいいか、これでクリアランスが必要って言われてるんで、これ一回壊しの6番クリアランスなんだ、ここも。なるほど。だったら逆にこっちにこれ設置しちゃえばいいの。近くれば近い場所に。何時いかがでしょうか。はしごあっちになっちゃった。まあまあ、こんな感じでいいとして、はしごの位置だけですね、あとは。こっち側から登りたいかな。なんで2階を作るときはこれを、この高さをベースに作っちゃえば。いやあれガガルよる。大変ですね。ダメージないんだね、この高さから落ちても。ちょっとびっくりしたけど、それが分かってよかったということにしましょう。どう、研究終わった。おう、何、あーね、あーね、ちょ待って、まさかの選択肢ダブルっていう。アルテネティブブループリントヘビーモジュラーフレーム、コスト一緒だよね。ちょ、ヘビーモジュラーフレームの材料見てみよう。なんなん、ヘビーモジュラーフレーム、これですね。モジュラーフレームに対してパイプ、これ何、ビーム、パイプ15のビーム5のスクリュー90、それに対してこっちはビーム10のは、コスト上がってね。2.8 パーツパーミニッツ、8の10の36の20。ネジが減ってるけどさ、8の、待って、これが8でしょ。まずモジュラフレームが8のコンクリートが入ってるんだよ、ネジの代わりに。でビームも増えてんだよ。え、これいらなくね。隣は隣、カテリウムサーキットボード、プラスチック12のクイックワイヤー32。カテリウムサーキットボード俺分かんないんだよね、レシピ。まずこれの先だもんね。あれ、カテリウムサーキットボードってなんだ。アルテミフルカテリウムサーキットモード、ヘビーモジュラーフレームだよね。カテリウムサーキットボードって書いてるもんね。これサーキットボードだもんね。カテリウムサーキットボードまだ知らないな。これ多分コンピューターの先に、スーパーコンピューターの先にある気がしますね。これどうしよう。それかスーパーコンピューターの材料になるか。あー、マジか。ちょ、わかんないんで、こういう時は私は残しておきましょう。今やらずに残しておきましょう。しかもこれ入れるの忘れてた。残しておきましょう。そうすれば後からカテリウムサーキットボードを選ぶか、ヘビーモジューラーに妥協するのかを選べるんだよ。マジか。ちょっと厄介なものを引いてしまったかもね、2つ。でももしかしたらワンチャンカテリウムサーキットボードが大当たりかもしれない。カテリウムの消費量を大幅に減らせるならばだよ、結構な当たり品かな。
って思ってるんで、家庭にもちょっと輸送してくるのが大変だし。でもただ何スマートなんちゃらスマートスプリッター、あれ使えば全部同じラインに乗っけれるんですよ。だから今引いてるあのオイルからのライン、あそこに全部乗っけちゃって、後から分裂っていうのなんていうの、分配分別すればいいっていう考え方もあるからね。それ考えるとオイル向こうで加工した方がいいな。ラインにオイル流すと個数がちょっともったいないことになっちゃう気がするね。あれローターできた。これ何個ローター50個できてる。できてるね。そしたらあとカテニウムなんちゃらだけだね。カテニウムなんちゃらだけだね。スピードって余ってない。さっきのあった、さっきのあいつ取ってくればよかったな。お願いになる。クックはいいや。ダメだ、こんなペースじゃダメだ。こんなペースじゃダメだ、クイックワイヤー。線なんて遠すぎる。え、作ったのどこ行ってる ?414。意外と近い。意外と近いかもね。あ、上に適当なライン作っとこうか。まあ、何にでも理由を聞くような製造ラインをちょっと作りましょうか。なので、まあ、オーガナイザーがあって、オーガナイザー、ストレージがあって、ストレージにポンって入れたら生成して、ラインを2個ぐらい通って出てくるような。で、道中にアルテネイティブを混ぜれるような形にする。なので、どうしようかな。アルテネイティブじゃない。なんだっけ、道中に。いっぱい混ぜる。アセンブラ?アセンブラとか混ぜれるようにするんで。じゃ、拡張性を考えて、こっちだな。こっちだな。こっち、こっちを作らないんだ。こっちに作りましょう。だこっちにストレージを入れ置いて、ど真ん中にね、ストレージを置いて、こっち出る、出てる、ストレージを置いて、なんでフロアイズドゥースティープって言われてるんだっけ。謎すぎんそれ。はい?はい?あ、なるほどなるほど。意味分かった意味分かった。後ろが足りてなかった。これで、さすがに満足でしょう。でもし、さらに複数、でも原材料の再加工なんて必要ないと思うんだ。どう頑張っても原材料が最初じゃん。ピン打った感じ、原材料あっちから流れてくるんだよ。挑戦考えるとこっちだな。あっち側スタートが一番拡張性考えられてるな。こっちですね、こっちですね。うん、ここで行きましょう。なんでもし最悪の場合はあっちからギュイーンって材料流れてきて、こっちに入れて加工して出てって向こうに向けてラインを拡張していく感じにしましょう。どっちにしろね、もうここら辺は全部埋まっちゃうのは確定なので。で、スメルター、どうしよっか。スメルター、大規模ライン釣っちゃってるんで、どうしよっかな。スプリッターからいくか。
で後からライン変更できるようにちょっと余裕を持っていきたいですよね。スプリッター、はい、こうだね。曲げたり何したりできるように余裕を持っていきたいです。スペースはいくらでも拡張できるんで平坦に。あ、スメルター、こうですね。こうしちゃいましょうか、ちょっと大げさに。そしたら最悪こっちにもう一個スメルターとか入れられるんで、スメルタースプリッター入れられるんで、これでいきましょう。鉄がないといいよ。でまあこれもある。スメルターをもう一機ここ、もう一機トゥースティープ。はい、このトゥースティープは謎。このトゥースティープは完全謎。コントロールを押したらトゥースティープ扱いになっちゃった。コントロールを押さなければ OK。まあ、3機に分けちゃうか、とりあえずは。で材料取りに行きましょう。ジャンプパッド欲しいかもね。これかな。コンクリートもちょいと足す。もうそろそろこれ終わってるよね。結構早かったかも。クイックワイヤー、センサーの自動化先しよう。いやー、しまった。ここにポール立てるのが先だった。あ、上からつなげばいいか。上からつなげば OK だね。違う。こうするんですよ。こいつからこの真ん中に入れて。変化レンズアダークリアランス。損。マジで、もしかして電力通らない説。そっから来た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 。こっちも OK。 で電力はこっちに置いとこう。だって真ん中通して繋がる？繋がるんだ。どうしようかな。こうしちゃうか。グリッドで、グリッドでいきましょうこれ。ちょっとずれちゃうけど。これで回ります。ライン引きましょうか。スプリッター8。で、はい、これ逆。これも逆。これ繋がらないときは逆っていうのはもう学んだから。こういうことですね。何かおかしいと思った外でした。気がおかしかった。なんか見た目ちょっと違うなって思ったよ。確かにそういうことでした。 OK。 でこっちにカテリウムをコントロールしながら移動させると。でここでカテリウムを選んで、ここでもカテリウム選んで、
のカテゴリーを選んで、ここに動かすと。で、電力を無駄に使って1対1で稼働させましょう。後々のことを考えてギリギリに使わない方がいいかもしれない。だから、ここからまたスプリッターとかなんとか入るかもしれないんで、コンストラクターの出たよ、プレート出ない、足りない現象、ここにマークエンチかましときましょうか。1個これぐらい ?369 足りるね。でオレンジが手前で、スプリッターが入る可能性があるので、これぐらいでいいかな。されたん、組み合ってる、合ってるね。棒がある方が入り口かな多分。あら、これずれてますね。はい、ずれてない、なんで。これなんか違うやつ作ってるな。何作った俺。どっちが何作った、これか。コンストラクター。スメルター作ってるわ。よし。なるほど。新たな問題発生。コンストラクターでかい問題が発生した。これはまた厄介だな。まあ一回ちょっとずつずらすか、さゆに。ここは残念だけど、コンストラクターでかい問題が発生しましたね。なのでこっちに2個ぐらいずらして、きれいに配置できないことが判明しました。コンストラクターを3機ぐらいかましたいときは、ちょっと広めに加工しましょうと。スペースを、そういうことでございますね。よいしょ。4は ここから行ってます。ああね、4になるな、そりゃ。使っちゃうかこれ。1個ぐらい使ってもいいだろう。置き換えできるのか。なるほど、アップグレードできないのね。残念だね。
これが初めてのクイックワイヤーで使ったスーパーな感じのなんていうのあれは、スーパーな感じの、終わったんじゃね、終わっちゃったね。ということは一番あっち一番遅いわ。で、9番のマージャー、コンベアマージャー置いて、もっと取ってこないと材料。というわけで、じゃあ今回はここら辺で終わりになるかな。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録お願いいたします。動画の説明欄にね、プレイリストありますので、よかったら使ってください。このシリーズ、ずっとプレイしております。こんな感じで。コントロール ?OK。横から出たね。こっちからですよ。で、一回まとめちゃって、ぐわーって。何これ、どういうこと？出力のこの270に合わせて左右が3分割されてる感じかな。まあ、今俺が使えるコンベアの最大がこれだもんね。マーク3なんで。まあいいでしょう。特に気にすることはないでしょう。あ、生産速度 60%。サブロック18だからもう270で足りる、足りる、大丈夫、大丈夫。どっちにしろ燃料不足。というわけでね、今回ここで終わりにしましょうか。次回は、クイックワイヤー1000個貯まるはずなので、クイックワイヤーの研究をしましょう。で、俺の予想によると、クイックワイヤーサーキットボードとか出てくると思うし、じゃあもう一個研究、違うか。スーパーコンピューターの研究があるのか。しまった。順序逆だね。スーパーコンピューター研究したら多分これが出てくるんだよ。クイックワイヤーボード。もしワンチャンスーパーコンピューター作るのにクイックワイヤーボードが出てきたら一番大当たりかもしれないね。別ルートで手に入れないといけなかったクイックワイヤーサーキットボードを手に入れられる可能性があるということで、クイックワイヤーの研究したらこれが出てきたんだもんね、多分。まあいいでしょう、いいでしょう、次回考えましょう。とりあえず次回これができますので、 AI も作れるし、スマートスプリッター。これがちょっと便利だと思います。今まで1ラインに混ぜれなかったやつを混ぜれるようになるっていう。やっぱちゃんと考えてくれてるね。いいね。楽しいね。このゲーム。というわけで、ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。っていうのはもういった。OK。じゃあまた明日。静止化でした。サムネイルのアングル探しこれこれこれいいんじゃない。いや、ないな。適当にここら辺で。ではまた明日。